お取り置きの物知りもらっとこ。不屈のバッジ。10以上の MP が0になった時、代わりに1になって耐える。おお、じゃなくなるのかな、やっぱり。でも転ばぬ先の杖として嬉しいアイテムではあるね。アーモンド小魚、初めて見た。レベルアップする、へえ。なるほど、まあ何するにしてもお金はかかると。よし、じゃあ魔法作っていくか。二重の極み、あー来たから。じゃあガトツエロスタイル、これどうだ。風系直前魔物召喚、斎藤はじめを召喚できるそんなことないな。どこが反応したんだろうな。飛天御剣スタイル、なんかスタイル反応、そういうわけじゃないだろうけども。じゃあ何がいいかな。サモンなんちゃらでいろいろ出るけども、サモン豊作とかどうだろう。サモンズボードとかでもいいかもしれんけど、多分なんか弱っちいのが召喚なだけかな。だね。なんか物理魔法ってできないかな。パンチとか、でもパンチ系特にそういう物理魔法になったわけじゃないな。無属性の強い攻撃、長いと無駄に別の魔法になっちゃいそう。ほらそういう文章にする意味はなさそうだな。ゲームタイトルってどうだろう。なんか反応ありそうだな。魔法の女子高生直線凍結、普通だな。なんだろうどこが反応したのかな。奥の考えた最強の魔法、どうだ。普通の魔法だねこのマイナスってのは今装備してるのがそういうんだから、それぐらいか。20丁目からリスタート。また君なんだよなまあ青系がそんなに効かないっていうのがな、こんだけ。オンラインマニュアルちらっと読んでみたけど、特定の属性が他の属性に有効とかそういう系はないんだよな。まあでもやっぱり対処方法は必要なんだけどね。あ、間違えた、斜め移動したかった。結局のところ威力で押していくしかないか、今のところは。ちゃんと装備してるかな。豪華、よし。あら、倒しきれなかった。きついな、やっぱあいつが現れたら怖いぞ。合成でちょっと強くしたりはしたけども、消費 MP もでかくなるからコスパのいいやつもいろいろ持っていないといけない。モフ、モフ殺し。おっとん、やだなこいつ。単純に HP もな、他の属性で高威力のがあれば。ちょっとエスケープしちゃおう。エスケープしてませんねやーい、ここまでおいでーって言ってそこに行っただけでしょ。せっかくだったらね、どうせ1回で済むだろうからね、この風系の消費の下がるやつつけるのめんどくさかったけども、結果的につけた方が良かったね。下にもいるな、囲まれてんよ。
くそやられるぞこれじゃ。あいつ強いくせにさ、ね、扇状の効果範囲あるのもずるいんだよ。これは悪手になるな。まずは回復量の少ないのから食べておこう。やだなやだな。画面全体技とかなんかあるかな。直線、サモンパラディン。しかしだ、ワープしとく。それか一発これを打っておいて、あ、まあ、いっか。で逃げる。逃げてばっかりでもな、しょうがないんだけどな。こっち行くとまた君がいる。しかし少しずつ削ったおかげでそろそろ倒せんだろう。いるね。これならいけるだろう。よし、さらに回復。無名の魔石なんか作っとこう。下にはもう一匹あの硬いやつがいるから、あのファイアウルフ、名前なんて言うんだ、バーサーカー。怖えな、名前の通り恐ろしいやつよ。君は恐ろしくない。なんか奥にもいるね。わあ、ベルセルクがいるよ。じゃあミストポーションが移動させて、恵み、しかもまた豪華付け合わせてる。釘付けも重く、えい、こうやって釘付けにさせてやればある程度いけそうだな。またいるね。あといくつだ HP。釘付け直った。ここだったら装備変えてしゃがみちゃが、うわしてこっちにも来てる。ひょえー、トップ装備にしてやりやるエスケープ、敵前大逆走。早乙女流なんだっけ、無差別格闘術その教えにのっとって敵前大逆走よ。スーファミでランマの RPG があって一番よく使った技だな。赤猫団の秘宝っていう、確かそんなタイトルだな、ロープレのやつがあって、作中に出てきた技がいろいろ使えるんだけども、一番よく使ったのは敵前大逆走。向こうかな、左奥かな。ミストポーション届かない。風系どれくらい効くかちょっと見てみたいんだよな。直線31、あ違う、これ直前だ、直線じゃなくて。画面内全体17、16、威力が弱い。合成とかでちょっと強くしてあげたかったな。直前、これは直前、直線、27、どうなんでしょうね。はい、また装備をね変え忘れると、もうあとはしゃがみジャックパンチで押せるか、それか、よし、節約、煮干し。節約しても装備を間違えてあまりいい節約にならないことが多すぎる。
ちゃんと落ち着いて行動しないよな。ヒッヒッフーで。アーモンド小魚、早速手に入れたぞ。MP が大きく回復する。おっと、こっちじゃない。行ってないところはどこだろう。右下か？またね。とりあえずやらなきゃって思いが強くなりすぎちゃってる。あ、ミスった。斜め移動したかったんだ。本当はね。本当だよ。ピッチョ。なんかいるな。おっと、おっと。これはな。ワープさせていただこう。ジリ貧だ。真ん中左あたりはあっちもあるね。このワープばっかりしていてもしょうがないんだが。お、だいぶ離れたところに来たね。2マス空いてればで釘付けになってくれればならない。食らうんだよな、ここだと。で、回復を、大きく回復をしておいて、ウォーン。斜め移動挟んだ方がよかったね。ふう。またベルセルクだろ？よし。お、装備降りはどっちだ？恵みだ。よし、これは無名だ。無名がちょいちょい落ちるようになったね。8円チョコ確か60回復とかかな。うん、バッジのおかげで内容はわかるけども、いくつ回復っていうのがわからないからな。よっ、やめとこ。ちょっとこの節約は早かった。さすがに威力が。よし、釘付けになってくれたらとりあえず助かる。また斜め移動を忘れている。しゃあない、悪臭。もう一個使っちゃえ。ふう、臭いの治ったぜ。ここら辺確か逃げっぱなしの部屋だったからアイテム落ちたままだね。はっ思いっきりミスったぜ。よし、ファインシャイアン、シャイアンってなんだ。は貫通は持ってなかった。あ、持ってる持ってる。うん、しゃがみジャックパンチだと一発食らいそうだったし。ふう、ようやく出口にたどり着けた。出口というかまだ先はあるけども、じゃあ一旦ちょっと俺はここで休憩をするぜ。さて再開しまして、お、君はジャックパンで、そして右下にいるね。ん？潜ってるやつがいるぞ。惜しい、軸が。ん？こうして、まっすぐにして。よし。まだいるぞ。間違えたぞ。よし。とりあえずあのバーサーカーにさえ、会わなければ。あの人に会いたくない。あのトラウマ。よし、お前ならいい。モフモフならいい。モフモフ、確かにあのバーサーカーモフモフできそうだけども、違うんだ、そういうモフモフは欲していない。そしてさすがにダッシュを使わず慎重な進みっぷりになってきたと思ったら大間違いだ。
貫通。いいね、モフモフ狩りだ。いいね、モフモフだったら怖かねえぜ、怖かねえぜ。どんどんかかってきなってやってるとバーサーカーやってくるんだろ。上にいるのはどの子？はーい。ちなみに装備俺なんだ。よし、じゃあめぐみちゃんにしておいて、さすがにこっからじゃ当たらないか。お、いい位置。回復してるだろうけども、さすがにこれだけ離れていればと。よしよし。でモフモフか、間違えた。まあ消費ゼロだけど、増やしてくれたおかげでちょっと増えたね。次に行っちゃおう。よし、いないな。で魔石もゲットしたから使っていこう。さっきのマップで手に入れたやつもあるしね。気をつけろ気をつけろ。よし。こいつなんだっけ、こいつ何がいいんだっけかな。ちなみにこれだと、よしよしよし、蹴散れるか。よし、ストロベリーポテトはあまり嬉しくないな。アンデッド系だからさすがにダメだ。さすがにダメージが弱すぎる。ジェットナンチャーラがあったからそれでやっちまえばよかったな。誰だ君は。アンデッドのあれか。おっと、こっちからも。ん？お、いたいた。で残り少ないからさすがにこれでいいでしょ。で MP を回復しておきましょうね。ラムネ、ラムネス、しょい。次のマップというか、お、そこにいるのは君か。じゃあめぐみちゃんにしておいて、めぐみポーション、ペロキャン、やった。ここはちょっと先に行ってみよう。21丁目でだいぶ時間使っちゃったからな。というか一マップにかかる時間もだいぶ増えてきた。それだけね、じっくり進めた方がいいっちゃいいんだが、牛乳はまだいっぱいあるね。まあ、賞味期限が切れる前に飲んでおかないと。あ、間違いだ。しかも豪華を装備し忘れた。先に回復してからがいいかな。150回復、一発食らっちゃうかも。よし、大丈夫だ。めぐみにしてポーション、結構回復アイテムもだいぶあるからパッパ進んでもアイテムが足りないっていう状態にはならないかな。まあどっちかっていうとね、レベルが足りないになりそうで怖いけども、無名の魔石結構あるから使っておかないとな。ここら辺こそ使っておかないと。イグニスレイ、画面内全体ブリザードバーン、スモークポーション、ポーション系面白いんだよな。任意で、この友達召喚系も次のマップ行ったら使っておこう。無名の魔石、そうだな、ルロケン系はやっちゃったから。でさっきのなんとかバーンで大の大冒険思い出したから、アバンストラッシュは稼げっぽいな。ブラッディースクライド、どうだ。みんな傘とか持ったらアバンストラッシュとブラッディースクライドは必ずやってたろうな。おお、属性闇じゃない、蛇。あ、蛇があれだっけ、ドラグセーブと一緒かな、貫通。へえ、かっこいい。
ドラグスレーブは？あ、闇とジャーってまた違うんだ。へえ、なんだろう、気になる。これは使いたい。でも敵にジャが効く敵ってなかなかいなさそうなんだけどな。うーん、ここの位置だったらとりあえず2技、まあちょっとポーション使っておくか。威力がちゃんとしたやつを。これな、ダメージ食らっ社員で死ななかった時が怖いから、ちょっとエスケープしようね。ファインスマッシュで、ファインスマッシュじゃねえな、なんて言ったっけ名前、シャインファイヤースマッシュ、これでやっつけきれなくて向こうから大ダメージを食らった時が怖いから、トップ装備してエスケープします。ザ・エアリアルで友達を召喚しておきましょう。サモン豊作、弱そう。じゃあパラディンも、あれ、あー、かぶるとこういうことになっちゃうのか。もったいないことした。今突風つけてるから、次になんか魔法打つときは変えるのを忘れないようにしなきゃだね。先に変えておこう。使用頻度の高い炎で。硬いグミいらない。 HP 牛乳ゲージが1つ減ったぞ。あん、まあいいや、どうせ2発ぐらいかかるから。そして君、ちょっとどいてほしいな、そこ。うん、めぐみちゃんでいこう。さっきダメージ与えたやつだね。あー、くそー、貴様のせいで。このモフモフのせいで。ポーションも投げられなかった。じゃあ、あとはしゃがみジャックパンチでなんとかなるでしょう。うん、しゃがみジャックパンチ連発で大丈夫そうだな。少し回復する。ないより良かったな。うん。おっと、ミスったぞ。もう社員でまず攻撃して、友達が攻撃を加えてくれたら、あかーん、めちゃめちゃ強い。そして、うおー、これ怖えな。倒せるんだろうけど。何かがあったら怖いから。しまった、しかも使えないな。まず回復、いやこれだったらもう攻撃した方が早いな。エスケープね、 MP がちょっと足りない。ヒッヒッフヒッヒッフ、回復をしてもそれ以上のダメージを食らいそうだから怖い。一応でクイックカッパーで、もし倒せなかったらが怖いからな。ふう、加速で逃げてもよかったね。加速光、キミコから加速光かっぱらって、これめっちゃいいなって言って、お前何使ってんだよっていうあのシーンをふと思い出す。邪魔。もうそこで死んでくれ。やって、はい、やっちまえ。そうそうそう、邪魔。位置変えればいいんだけども、そううろうろしてる隙にやられてしまってはしょうがない。アーモンド小魚助かる。回復量がでかい。ピッチョピッチョ、君はポーションで。その前に何か使ってあげるか。画面内全体22、ほうほう、いいダメージ。スモークポーション、へえ。まあ今持ってるポーションより消費が少ない。ちょっとのダメージだったらこっちで良さそうね。
ただ負荷効果が盲目しかないから、釘付けとかそっちを狙いたいなら、うん、いいね。牛乳も確か腐った牛乳だか変なの持ってたな。あそこら辺はいらんから、うん、猛毒状態になる。ただ解毒のあれがあるから、一回腐った牛乳飲んで解毒飴で治すっていう、そういうのもいいな。勉強の悩み、部活の悩み、誰もが抱える普遍的な悩み。この世界の旅は悩むのもいいんですけども、後ろに危ない奴らがいっぱいいるんでちょっと気をつけてくださいね。誰もが経験し通過していく思春期の旅。そうなのか。でも最後の旅は少し長いかもしれない。だってこれは誰にも言えない、誰にも解決できない恋の悩みだもの。ほう、恋、男の気配がしなかったけどな、このゲームまだ。いや、男かける男、違う、男かける女とは限らないから、もしかしたら、うん。直線、ちょっと全体技。うん、ろくに効きません。で、一体はやっつけちゃおう。効果を装備して、でこいつはやれるだろう。でこいつには、こいつとは戦わずにエスケープします。あーだよ、あーこいつ普通にダメージ食らうとどんなもんだ。お、よかった、一発で倒せた。 HP はまあまあある。ちょっとそこの部屋ぐらいを覗いておくか。お、香水がある。おやすみ。お休みの香水ぶん投げて敵をお休みできないのかな。おっと、ちょっとお休み遊び怖いから普通に倒そう。ブラックガム、クール飴、青色の魔石、いい感じにゲットしている。画面内全体ブラッディースクライド使ってあげないとな。でもさすがにあの黒い骸骨剣士には効かなそう。ちょっと使ってみるか、ブラッディースクライド。ちょっとくるくるって感じでちょっとスクライドしてたね。ここら辺もでも青効かないんだよな、あいつに。こいつにはプシューン、消費がてらで、よし、綺麗に倒せた。おっと、またいた。今装備しているものは豪華。そして赤いレベルの魔石を拾った。防戦に使うとレベルが上がる。まだ使えない。魔女の集落に行かないと。おっと、君そんなところに。よし、メイン火力になってるな結局。で、呪い、激辛で、でもって牛乳もダメージ食らってんだけどなこの時点で。力技の回復。よし、もう次のマップ行っちゃうか。まだもう少し部屋もありそうだが。